こんにちは、美人レシピの時間です。女アナウンサーは遅い冬休みのため、今日は私上野がお伝えします。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日の料理は何でしょうか。彩り野菜のゆでびたしを作ります。材料はご覧のものをご用意ください。今回はこれ1本でパパッと本格メニューができる万能つゆ、ヤマサこれうまつゆを使います。では早速作っていきましょう。ボウルにこれうまつゆと水を合わせておきます。パプリカは一口大に、ブロッコリーは小房に、ナスはところどころ皮をむき輪切りにして水にさらします。かぼちゃは一口大に、人参は皮をむいて4等分に、かぶは茎の部分を1センチほどつけた状態にして皮をむきくし形に切ります。人参、かぼちゃ、かぶ、ブロッコリー、ナス、パプリカ、ミニトマトの順に茹でます。硬い人参から順にトータル10分ほどが目安です。ミレーのワンポイント、火の通りにくいものから順に茹でれば一つの鍋で簡単にできますよ。水と合わせたこれうまつゆに熱いうちに入れて15分ほど漬け込みます。トマトは手で皮を剥いてから漬けます。彩り野菜のゆで浸し出来上がりました。